吉田さん、今までさまざまなビジネス、会社、お店やってきましたけども、まあ、YouTube で答えが出てましたね。YouTube を私が触れたのは2009年ぐらいだったと思うんですけども、しっかりやりだしたのは2013年からだったと思います。まさにネットビジネスってものを通じて、あ、映像を放送することができるんだ、報道っていうのが自分の手に入ったんだっていうふうに感じた時からずっと YouTube ですね。これ以上にインパクトのあるそのビジネスってのはないと思います。まあ、ビジネスにしなくても、おそらくね、この YouTube で自分と結婚してくださいみたいな動画をずっと出し続けたら、多分ね、視聴者さんの中から私はどうでしょうかって人見つかると思うんですよ。それこそ毎日のように、朝昼晩でもいいですけどもね、YouTube に一人婚活ですよね。うん。話し方とか、着てるものとか、ヘアスタイルとか、背景とか、部屋の中とかね、趣味とか、そういうものを全部切り取って、できるだけたくさん発信していったら、そういう姿に共感していただくようなね、そんな女性がいろんな年齢で来るんじゃないかなと思います。まあ、これ本当私独身だったら多分やってますね、試しにね。まあ、ちょっと今は全然できませんけども、ぜひね、私はこれやってもらいたいなと思いますね、ほとんどの方に。もしご縁がなくてちょっと困ってる方はね、いかがでしょうかYouTube が全てを解決してくれると私は思います。